クルト・ヘルマンはドイツの画家、美術収集家である。ドイツの印象派の画家でフランスなどで流行した新印象派のスタイルの作品も描いた。ザクセン・アンハルト州のメルゼベルクで実業家の家に生まれた。弟に考古学者のパウル・ヘルマンがいる。1870年に家族とベルリンに移った。1873年にかつてマックス・リーバーマンや ハンスフォンはレースが学んだカールシュテフェックのスタジオで学んだ。ミュンヘンに移るビルヘルム・リンデンシュミットに頼んで、ミュンヘン美術院で非公式の学生として1885年まで学んだ後、肖像画家として働いた。1893年にベルリンに移り、女性のための絵画教室を開き、中断しながらも1903年まで続けた。フィリップ・フランクや、 ドーラヒッツといった画家と友人になり、生徒になった女性と1897年に結婚した。ベルリンで画家、コレクターとしての地位を築き、ベルリン分離派が発足した時に設立メンバーとなり、理事になった。結婚して、新婚旅行で1897年にパリとブリュッセルを訪れ、ベルギーの芸術家、アンリバンデ・ベルデと知り合い、友人になった。バンデ・ベルデを通して、 新印象派の活動や代表的な画家、ポール・シニャックやアンディ・エドモン・クロス、マクシミリアン・デュースと知り合い、彼らの作品を購入した。バンデ・ベルではベルリンのヘルマンの住居の内装を手掛けた。シニャックやテオファン・レーセル・ベルヘ、モーリス・ドニラとの交友から、ヘルマンはフランスを中心に広がった新印象派の動きをドイツに紹介する役割を担うことになった。 1902年に画廊のオーナーに勧めてドイツで初めての新印象派の画家たちの展覧会が開かれた。1906年のベルリン分離派の展覧会においてフランスのモダンアートの特別展示を企画した。友人のパウル・バウムと共に新印象派のスタイルの作品も描いた。1914年にベルリン分離派が分裂した時自由分離派を設立した。 1920年代にうつ病になり、1923年頃に絵を描くのを止めた。ありがとうございます。